今から予算委員会会を開会いたします参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします平成24年度補正予算3案審査のため必要に応じ日本銀行総裁白川正明君を参考人として出席を求めたいと存じますがご異議ございませんかご異議,ご異議な,しないと認め採用を決定いたします また本日の委員会に東京電力株式会社代表執行役社長広瀬直美君のを参考人として出席を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用を決定いたします。平成24年度一般会計補正予算第1号、平成24年度特別会計補正予算 特第一号平成二十四年度政府関係機関補正予算期第第一号以上三案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。山田敏夫君。はい、山田君、はい。住民党の山田敏夫であります。えー、私はあ安倍、えー、総理第一次の安倍総理の。 元の参議院議員として選ばれたわけでありますがあ今日はですね安倍総理初めて、えー、質疑をさせていただきますどうぞよろしくお願いします、えー、さて安倍総理はですね、えー、大変思い切ったアスタートシ出をされたわけであります。てリーダーシップも発揮されておられます、えー、いいスタートを切っておられるというふうに思います、えー、ところで三日後には日米首脳会談を控えておられるわけでありまして何せこの日本の将来をけしかねない極めて大事な 首脳会談だというふうに思いますので、えー、毅然と、しかし、有効的に、えー、対処してもらいたい、こんなふうにお願いするところであります、さてですね、えー、その首脳会談では、TPP のことが話題になる、間違いなくそう思っております、えー、もうすでに自民党は、あとりわけ、えー、安倍、えー、政権、安倍総裁はですね、えー、正義な関税撤廃を前提にする関ぎりは、 は、それはあ交渉参加、反対なんだということをはじめとする6項目をですね政権公約にして、それで、えー、選挙に圧勝したわけで、えー、あります。なんとしてでも、ですねこの6項目をしっかり守っていくという姿勢で頑張ってもらわなきゃいかんわけでありますがあ、その点、総理の決意をお聞きします。内閣総理大臣安倍晋三君、えー、ただいまあ山田委員のの指摘のとおり、えー、我が党は えー、正規なき、えー、関税撤廃を前提条件とする以上、えー、交渉には参加をしない、えー、という選挙公約とともにですね、まあ、J5 の、えー、残りの5項目を入れてこの6項目を書かれて選挙戦を戦ったわけであります、えー、当然我々は、えー、有権者との国民との約束を戦えてはならないとこのように考えております、はい、山田君、えー、本日は TPP 交渉参加撤回を求める会をですね、総長から130名の議員が集まりまして、議論をさせてもらいました。その際ですね、えー、先に、えー、外交経済連携調査会で決めましたあ6項目のあ我々の基本的な姿勢。さらにはですね、それの具体的な国益というものの基準。 この考え方を6項目にわたりまして、ですね、えー、それぞれ決定したわけでありますが、あ総理ですね、えー、どうぞ資料を掲げてください、えー、総理、1項目だけではなくて、ですね6項目全体について公約であり、さらにまたそれが国益の基準であるということをですねあのしておりますので、この点、それででいいですね安倍総理大臣。えまあ13日にですね、 自民党外交・経済連携調査会において、TPP 交渉参加に対する基本方針が取りまとめられたというふうに承知をしておりますが、政府としては、与党調査会のまとめたものとして、重く受け止めております。政府としては、TPP について、本基本方針も踏まえて、これまでの協議内容、あるいは TPP に参加した場合に生じるさまざまな影響等も含めて、 しっかりと精査をし、そして分析した上で国益にかなう最善の道を求めてまいります。えー、まあご指摘になられた議員、えー、連盟の取りまとめを含めて、まあ都内都内さまざまなご意見があるわけでございますが、先ほど申し上げましたようにこの6項目についてですね、えー、きっちりと認識をしていきたいと、まあこのように思います。 山田敏夫君党内にさまざまな意見があるということは否定しませんが、しかし、圧倒的な関数の自民党の議員が、ですねまとまった議連で、この6項目についての国益の基準を決めたということでありますから、それをきちっと踏まえていただきたい、さらには、ですね今、総理おっしゃいました、6項目をちゃんと踏まえますよというふうにおっしゃったことですね、これは本当に大事な部分でありますから、その点をもう一度確約させていただいていいですか。 安倍総理。えーまあ、いずれにいたしましてもです、ねまあ、正規なき、えー、関税撤廃というものを、まあ、前提条件とする以上、まあ、交渉には参加しないわけで、えー、ありますが、まあ、自由民主党において、えーまあ、これプラス、まあ、j ファイル2あと5項目が書かれておりまして、まあ、これを合わせて6項目でありますから、当然そのことについてです、ねえー、頭に入れておかなければならないと、このように考えております。 山田敏夫君ところでですね、今年の1月24日に、米国議会調査局は報告書を出しておりまして、その中で、日本がですね、TPP に参加する可能性が非常に高いと言って、何度もですね、日本と2国間の交渉が行われているというふうに書いてまして、どうもですね、あの調査報告書を見てますと、日本が交渉に参加するということを前提条件にしているんじゃないかと、こんなふうに、 えー、見ざるを得ないような側面もあるわけであります、えー、このことについてはですね思いつくことがありまして、えー、2021年の11月全民主党政権でのハワイでの首脳会談で えー、ホワイトハウスのホームページに、日本の野田総理大臣がすべての物品とサービスを自由貿易交渉のテーブルに載せるというふうに発言したと書かれておりまして、外務省がですねホワイトハウスに修正するように求めたけれども、あホワイトハウスはですねそれを拒否したという経緯が、まあ、あるわけであります。このですねべての品目を自由化の対象とし、高い水準の経済連携を目指すという基本方針に、アメリカはですね、 もう期待感を込めてしまってるんじゃないかということを大変心配するわけでありましたさらにですね、安倍政権になって、新政権になってからも、果たしてですね具体的な協議に当たる、えー、事務局ですね、これはお役人のそれぞれ各省の皆さんの意識や体制が本当に変わっているのかと、変わってないんじゃないかと、メンバーも変わってないんじゃないかということをですね大変心配するわけでありますが、ともかく政権交代したんだから、ね、安倍、 えー、政権として、安倍総理としてのです、ね、しっかりした姿勢をアメリカに伝えなきゃいかんのですが、あその点ですね、岸田外務大臣、一体です、ね、この事務方の協議はどういうことになってるんですか外務大臣、岸田文雄君。<laughs> えとまず冒頭あの、ご指摘になられましたあの、米国議会調査局の報告書ですが。 えっと日本のありうべき TPP 交渉参加及びその影響というこの報告書、えー、等の内容をご指摘のことかと存じますがまずあのこの報告書はあくまでも議会の調査局の報告書であります、えー、米国政府の立場を代弁するものではないと、えー、認識しております、えー、ですから、まあ、この 文書についていちいちコメントすることは差し支えたいと存じますが、いずれにしましても、前の の政権から続いておりますさまざまなこの協議の内容、二国間協議、そしてさまざまなこの協議を積み重ねているわけですが、その協議の内容、この今の政権におきましてもしっかりと今、内容等を精査しておるところでございます、そして加えて参加した場合の影響等についても、今の政権において改めてしっかりと精査をしている。 現状でありますその上で、国益にかなう最善の道を,を求めていく、これがこの政権における方針でございます山田君、はい、政権が変わったんですから、あの事務方もですね前のめりの前政権としっかり違うという意識をしっかり持ってですね、 対応してもらわなければならないということをですね、しっかり申し上げておきます。えー、例えばですね、こういうことも心配しなきゃいけないんですよ。と言いますのはですね、正域なき関税撤廃を前提にする限りと、これはね、第1項目の公約でもあるわけでありますが、これの英訳は一体どうなっているのかと、前提をどう訳しているのかということであります。米国側の答えをですね、引き出しやすい、まあ、こちら側の言い方であればですね、 これはもう、大臣も、ですね、それからさらに総理も、ですね、えー、大変な大きなですね、ミス、ないしは国民を騙すことになりかねないわけであります。政府はですね、統一した、きちっと、この部分についての、6項目についてのですね、英語の使い方をしなければならないわけでありますが、官房長官ですね、これはあの各省にですね、しっかりそのことを言いってほしい、統一するように指示してもらいたい、こんなふうに思います。 菅官房長官、まあ。いずれにしろ、総理がこの予算委員会等でも発言をされています、その総理の発言に基づいて、ですねそれぞれの役所においては、行動するように、そこは当然のことでありますので、再度改めて強く申し上げております、はい、山田君。総理が訪米されましてですね。 それで首脳会談で、例えばですね、オバマ大統領から、日本の固有の事情に配慮すると、見たような言い方をされてですよ、でそのことをね、事務方が、一体まあ、通訳も入ってるんでしょうが、いや、よくできたよくできたと、見たような話でですね、ことを進めるとすると、これはもう大きなミスであります。ななきき関、えー、関税税撤撤廃廃を前提にととという場合の正義な関税撤廃としてきちっとですね あの除外されなければいけない品目は、まあ840品目に上るんです、これはこれまでですね EPA、FTA で我が国がきちっとですねこれは除外品目として、まあ、交渉してきた、その結果がですね840品目なんですね、少なくともそのことがきちっと念頭になきゃいかんわけでありますから、ああその点につきまして、ですね一体、えー、総理の決意をきちっとお聞きしたいと思います。 安倍内閣総理大臣、えー、まさに、えー、山田委員は、ま、専門家の立場から、さまざまなご指摘をされて、えー、おられると思いますが、えーま、政権公約においては、えー、まさに、えー、正規なき、ま、関税撤廃ということでございまして、えー、国民との約束においては、この正規なき関税撤廃を前提条件としているかどうかということでありまして、ま、それを交渉参加の条件に。 にしているのであればですね交渉には参加しないつまり、まあ、このことについてはですね当然今委員は、まあ、交渉するにあたってですね日本語の日本側の解釈とですね米側の解釈がそれぞれがそれぞれの解釈をしていてはならないそれはその通りだろうとこのように思います 日米の首脳会談においては、それぞれ首脳同士がどう実際に発言してです、ね、それはどのように訳すのが適切かどうかということについては、この日米間でも詳細な、これは詰めも行うわけでございますから、それはお互いにいい加減な解釈の中で、物事を判断するということはないということでございます。山田夫君 私がですね、前政権の時の予算委員として、この、こちらの方に座っておるときにですね、えー、閣僚、前政権閣僚からですね、山田さん、米だけは交渉に入って取れますから、だから交渉に入りましょうよという話がありました。私はですね、いやいや、もうそれは絶対そういうことはありませんと、その程度の話では決してありませんよということを申し上げたことをしっかり覚えております。どうぞ、総理ですね、 日本の固有の事情に配慮するというふうに言われて、あとは総理おっしゃいましたように、これは帰ってからね、外務省、の他の森首長ともよく相談するという話ですが、その前段のときに、日本の固有の事情に配慮すると言われて、です、ね、ああ、あれも取れた、これも取れた、みたいような話だけでですね判断すると、大きな間違いだということを申し上げるんですが、その点、もう一度お答えいただきます安倍内閣総理大臣。まあ、我が党は 長い間です、ね、政権を担い、さまざまな経済交渉を実際に行ってまいりました、そういう経験の蓄積がございます、米側ともです、ね、相当激しい、厳しい経済交渉を行ってきた、その積み上げがございますので、そういう中から、経験に基づいた責任ある判断をしていきたいと思っております。 山田敏夫君、はいえー、総理のですきちっとしたその決意で臨んでいただきたい、こんなふうに思います。さて、ですね自動車の問題について、2012年4月のワシントンでの首脳会談におきまして、えー、オバマ大統領からあ野田総理は、ですね牛肉や保険と並んで、えー、自動車について具体的な注文があついているわけであります。えー、その間の間事情これは新聞報道だけに しか情報が手に入らないわけでありますが、朝日新聞は昨年の5月に、アメリカからの要求に応える形で、野田政権は輸入自動車特別取扱い制度について、譲れるのはこの点で、台数を増やす程度ならと提案していたというふうに書いてるんです。さらに日本経済新聞はですね、昨年12月のコラム欄で、野田政権がカンボジアでの首脳会談に正式な参加表明をするべく、 自動車に関するアメリカに有利な規制緩和の打診も含めて、12月7日に、えー、経済関係閣僚会議を開く準備していたけれども、総選挙の影響を踏まえて、えーまあ、幻の TPP 参加表明だったという言い方になっております、あのー。自動車についてですね、オバマ大統領の注文に応えるべく、内々、妥協案が事務的な交渉で、 準備されていたんじゃないのかという心配を持つわけですが、各大臣それぞれです、ね、引き継ぎをされているというふうに思いますが、それとも前、ね、政権がいろいろやっておって、われわれは関係ないんだというふうにおっしゃるのかです、ね、一体どういう状況か、まず太田国交大臣、茂木経済産業大臣、岸田外務大臣、それぞれお聞きしたいと思います。太田国土交通大臣 昨年12月の記事、今、ご指摘にありました、そうした記事の内容について、私は全く承知しておりません、また、全体的にはですね、当初の所管事項としましては、アメリカ側から技術基準であるとか、あるいは認証手続き等の 関心事項これが伝えられているということについては承知してまますすそこまでです茂木経済産業大臣 <laughs>、えー、山田委員の方から、えー、昨年でありますから、民主党政権下における、えーま、新聞報道の関連で、えー、自動車の関係をお話をいただきました。 えー、経済産業大臣に就任をいたしまして、えー、大臣間での引き継ぎも受けております、えー、そして事務的にも、えー、これまでの事前協議について、えー、報告を受けております、えー、私の、えー、知り得る限りにおいてそのような事実はございません岸田外務大臣 えとご指摘の新聞記事につきましては、まあ、前政権の下でのことを記載したものでありますが、えー、私が聞いているところでは、そのような事実は全くないと理解をしております山田敏夫君。 アメリカではですね、自動車会社の経営者、協議会の皆さん、さらには労働組合の皆さんが大量動員されてですね、自動車の問題について、日本と妥協はできない、日本の TPP 交渉参加は反対だというですね、デモンストレーションをやっておられるというふうに伝わってきております。自動車の問題がですね、極めて重要な課題に今後交渉の中でですね、なってくるというふうに思っているところでありますが、 ああところで、えー、自民党の公約の中の第2番目に、自動車についても、です、ね、自由貿易に反する自動車についての数量目標には反対すると、こう明記しているわけでありますが、茂木大臣、えー、この点、よくご存じですか。茂木経済産業大臣。えー、自民党のき。 公約におきまして、それから先日取りまとめていただきました自民党の外交・経済連携調査会の TPP 交渉参加に関する基本方針の中で2番目の項目として自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れられない。 えー、このようにまあ明記されててるこことをを承知をいたしております、えー、この基本方針も重く受け止めまして、えー、国益にかなう、えー、最善の道を求めてまいります山田敏夫君、はいえーえー。現在、自動車の問題については、もう数字はですね太田大臣も皆さん頭の中に入っておられるというふうに思いますが、我が国からですね太平洋を越えて150万台の乗用車がですね、 えー、アメリカ合衆国に入ってるわけでありますさらに現地生産を北米で350万台や生産した、合計です、ね、500万台の車が、まあ、あのアメリカ合衆国に入っておるわけでありますが、アメリカから輸入されている車の台数はなんと9000台という事情でありますから、アメリカの憤、ね、りたるや、まあ、いかに大きいかということが明らかなわけであります。あの今までですね 自動車が大変我が国の産業としてですす、ね、もの野が広くて雇用もあって大変な産業だということは分かりますが自動車を守るために、えー、農産物についてです、ね、犠牲を迫るみたいな話は絶対にこれはないんだというふうに思うんです今までもです、ねえー、そうした自動車の輸出に伴いまして我が国は圧倒的な農産物を、まあ、あの飼料穀物も含めましてです、ね、アメリカからもう輸入している。 わけでありますから、これ以上、ですね自動車の犠牲になるわけにはもうとも参らないというふうに思うんですが、この点ですね、総理は自動車の問題について、一体どんなふうに、えー、解決されるのか、ですね考え方を整理されておられますか安倍内閣総理大臣。この TPP については、ですね、まあ、最初にまあ申し上げましたように、まあ、正規なき完全撤廃を前提条件とする維持を交渉には参加しない。 とということであります、まあ、自動車産業についてはです、ねえーまあ、日本の、まあ、工業化、えー、そして、えーまあ、日本が世界に日本の工業製品を輸出するということについて、えーまあ、リーディングカンパニーとしてです、ね、多くの企業がそういう役割を担ってきたんだろうとこのように思うわけでありますただそれとです、ね、自動車を育成するために農業を実現するそんなことはもちろんあってはならないわけであって農業はまさに 国の礎であるというふうに私は考えております。まあそういう観点からですね、交渉等を進めていくことは当然のことなんだろうなと、まあこのように思います。山田俊夫君、太田大臣はこの点についてはどんなふうにお考えですか。太田国土交通大臣、えー、総理と全く同じ認識をしております。山田俊夫君。 アメリカという国はです、ね、なかなか容易でない国であります、自分の要求を実現すべくです、ね、しっかり頑張るという国であろうかというふうに思います、ですからです、ねあの、農業でも日本に妥協を迫って、さらに自動車でもです、ね、自由貿易に反する規制を日本にまあ求めてくるということがです、ね、大いに考えられるわけであります、ですからです、ね、これはあの日本の国の在り方をどう考えるかと。 ということと、ですねものすごく、えー、大きい意味が持っているというふうに思うところであります。だからですね、今、まあ農業は国の礎であるということを総理、おっしゃっていただいたわけでありますけれど、えー、日本側のですねこの姿勢をお、総理の今の姿勢をですねアメリカのオバマ大統領にしっかり入れ込まなきゃいけないんですよ、これじゃなかったらこの問題解決しないんだというふうに思うんです、もう一度、ですすね総理の考えを聞きます安倍内閣総理大臣。まあ 農業について言えばです、ね、まあ、各国でおそらく先進国においてはです、ね、GDP に占める比率は低いんだろうと思いますね、えー、日本は1.5%ぐらいであります、まあ、そこでじゃあ残りの98.5%がこの1.5%によって、実、え、践、ー、になっていいのかどうかという議論があるわけでありますが、これは根本的に間違った議論であって、大体先進国はどこもです、ねまあ、こんなもんなんですね、2%、多くて2%でありまして。 えー、米は1ぐらいいでで日本より低いんですねしかし、どの国も手厚く保護をしています、なぜ手厚く保護をしているかといえば、ですね、えー、まさに農場というのは、えー、これは、えー、かけがえないものであってです、ね、いざという時にお金で買えない可能性があるからこそ戦略的な分野と位置づけて、各国は手厚く保護をしているというのも事実であります。まあ、同時にですね えー、これはやはり若い人たちにとって、農業がまあ魅力的な分野となるためには、若い人たちが自分たちの努力や情熱で,です、ねえー、その分野で未来を切り裂いていくことができる、そういう分野になって初めて私は若い人たちが参入していく、そういう分野に変えていくという努力もわれわれはしなければならないと、こう思っております山田利也君。 ああるわけでありますさてですね、えー、オバマ大統領はですね、えー、再選後、初の一般教書演説におきまして、TPP についてアメリカの輸出の増加と雇用の増加と、そういう形でアメリカの主張をさらに強化する、さらにはですね、アジアの成長を取り入れるために、アメリカの考えで競争条件を平準化すると、まあ、ここまでですね明言しているわけであります。私ははですね安倍総理は アジアの思いをね、日本もアジアの一員でありますが、アジアの思いをオバマ大統領にしっかり伝えるということが極めてですね、私は今、大事なことであろうというふうに思います。特に今、現にですね、アメリカは TPP の交渉で、マレーシアやベトナムとアジアの国々と交渉してますが、いろんな分野でですね、もう先鋭な対立がついているという報道がなされています。そうなんです。やはりですね、アジアのこの特色ある、 農業生産の場面にしましても、さらにはですね国土の問題にいたしましても、ですねアジアの思想はともにウィンウィンの関係で、ですねちゃんと世界を作り上げていこう、仲間としてですね、えー、やっていこうと、こういう思いがあるわけでありますが、しかし、ですねもう、えー、アメリカがですねアジアに対して、ですねしっかりとアメリカがアジアに対してですね自分の基準を押し付けるという話であれば、 もうこの交渉は進まないよとだから総理は、ですねオバマ大統領に対して、アジアを取り込みたいのなら、日本の主張をちゃんとですね、えー、組むべきであるというふうにおっしゃるべきだというふうに思うんですが、その点についてはいかが安倍内閣総理大臣。まあ実際に、まあ、会談において、まあ、どういう話をしているかということについては、まあ、これからさらに詰めていきたいと考えておりますが。まあ こういう首脳会談においてはです、ね、もちろん、実際に経済交渉の現場においてもです、ね、そうなんでしょうけれどもそれぞれの国が自分の国益を最大限に拡大していこうとそういうまあ交渉の場になるわけでありまして相手のことをおもんばかるという気持ちも時には必要でしょうけれどもなかなかそういうことはないんですねですからその場においては私はまさに日本の国益を守る えー、代表としてその交渉に、えー、臨んでいくわけで、えー、ありますから、その国益を確保するために全力を尽くしていきたいと、このように決意をいたしております山田達也君、えーえー、総理ですね、えー、日本の国益を守るとおっしゃるときの、日本の国益とは何かってね、そこのことが非常に、えー、難しくなってくるわけでありまして、そこがですね、えー、安倍内閣。 安倍総理のですね、思いがきちっと出なきゃだめだということであります。総理はですね、初めて総理におなりになったときに、えー、美しい国へを出版される私ももう丁寧に読みました。さらに今度はですね、新しい国へということで、えー、改訂出版されたわけで、これも丁寧に読ませていただきました。その中でですね、総理は TPP について、あらかじめ関税をゼロ、関税ゼロを飲んでしまったのでは、守るべきものは守れない。 のの国の資本主義を目指すすとおっ,しゃってるわけです自主自立を基本とし、日本を取り戻す、美しい棚田があってこそ、麗しい日本がある、みずほの国にふさわしい経済のあり方を考えていきたいというふうにおっしゃってる、うん、この言葉はですね、全国の農林漁業,業者の一致した思いで、もうみんな奮い立ってますよ、だからですね、安倍総理に期待してるわけでありましてですね、その安倍総理がですよ、それは国益という観点で、それはあのちゃんと、 農業の問題を考えられないということ、この国の問題を考えられないということになったら、ですねこれはもう、みんなもう、怒りだしますから、その改めてですねもう一度お、ご自分のですね思いを。内閣総理大臣。日のおまの、あ、産業協争る会議でも、えー、農業について、えー、議論がありました。まあ、基本的ににはこの議論においてですね 農家とか農協を非難するような議論は全くございませんでした、むしろ日本の農業の素晴らしさ、この素晴らしさを世界に広げていくために何をすればいいかという、そういう建設的であり、前向きな議論に終始をしたと、このように思います、その時も申し上げたわけでありますが、私も農林水産大臣の林大臣も同じ山口県出身でありまして、私は参院側なんですが、 えー、たまたま、えー、産業競争会議も出ている同友会の長谷川、えー、さんもですね同じ、えー、かつへきそんと言われた村同じ村出身なんですがそこにはずっと棚田が広がっておりまして、えー、田植えを前にしたこの棚田にですね水を張った景観というのはもう息を飲むほど、まあ、美しいんですね、えー。選挙運動中であっても思わず 名前を連呼するのを忘れるほど美しいわけでありまして私にとってはですねこの棚田があっていくら生産性は低いんですが棚田があって初めてふるさとなんですねこのふるさとがあって私は美しい日本なんだろうと思いますですが生産性でですねいわば産業として割り切る面とそしてこれ文化地域を守る伝統そういう多面的な機能 そしてまさに私たちの精神に結びつく存在としての他、えー、というものをです、ね、守っていく、えー、これをやはりこの二つの観点から考えていくことは極めて重要であると、そういうことも昨日私は申し上げたわけでございますが、そういう考えで臨んでいきたいと思っております。山君えー、総理ののでですすねねとへの熱い思い思ををちゃんと聞きまししたそれをベースにしてです、ね 日米交渉にもちゃんと当たってもらいたいし、えー、さらには、ですね、えー、農産物、我々の6項目、農産物をはじめとする6項目のですね公約に、えー、きちっと国益を考えてですね対処してもらえるというふうに期待するところであります、さて、ですね私はあの今、どうもですね経済界と農業界があ、まあ、どうしてこうですね対立するのかということであります、とりわけですね経済界が一方的な議論で、もうともかく農業叩きをしているということを大変 悲しくもところでありますがあ、最近ですね、ヨーロッパのコパという農業団体連合の会長さんにお会いしました、その際ですね、会長は、私はですね、ヨーロッパでも経済界と農業界の対立があるんじゃないですかというふうにお聞きしたんですよね、そしたらですね、対立はありますってだ,だけれど、ヨーロッパでは農業が、家族農業が社会の基盤になってる、社会の安定につながってる、国土の安定につながってる、そのことについて、経済界は理解してます。 アイデンティティを、アイデンティティを持ってます。だからですね、そのことでもって、相当の財源、財政投資をしている共通農業政策。さらには、農業者直接支払いの仕組み。そしてさらに、これが画期的なんですが、すごいんですが、経済界も、農業界も、ヨーロッパでは、アメリカの押し付きである TPP については反対してます。こう言ってるんです。ね、この点はですね、これはあの、大変、えー、日本の将来像を考える上においても大事なことでありましてね、 どうもですねあの、総理ですね、目先の利益でなく、ね、まっとうな日本を考えて、わが国の将来像を踏まえたです、ね、判断ね、これが求められるというふうに思うんです、まっとうな日本を考えるということが、まさに総理の美しい国へ、さらに新しい国へとです、ね、今のお話と合致するんだと思うんですが、改めてもう一回です、ね、総理の意見を聞きます安倍内閣総理大臣。まあ先ほど申し上げましたように、 農業というのは、国の礎でありますし、そして日本の文化と伝統、そして地域、環境を守る上において、極めて重要な役割を担っているわけであります、しかし同時に、まあ、私も皆様と同じように、一人として地元をずっと歩いていく中においてです、ね、農家を担っている方々は高齢化をしているわけでありまして、なかなか若い人材が入ってきていないのも事実でありますし、 まあ、いいものを作ってもです、ね、なかなかこう収入がです、ね、上がっていかない、えー、例えばものすごく、えーこのえー、市場では例えば東京では高く売られている梨、えー、やりんごを作ってもです、ね、農家収入が果たしてそれぐらいそれに見合うだけ上がっているかどうかという、まあ、そういう大きな課題もあるんですね、えー、この生産者の収入を増やしていく、そ,そしてまた若い人たちがですね 安心,してまあ、安心してというよりも、若い人たちは先ほど申し上げましたように、自分たちの情熱をぶつける産業として、農業をです、ね、捉えてもらえるようにすれば、するにはどうしたらいいかというのもです、ね、われわれ大きな課題を背負っている、まあ、こういう課題についてもしっかりと議論をしてい,きたい,いく必要があるんだろうと、思っております山田俊夫君。 えー、先ほど、ですねあの、総理は産業・競争力会議があってで建設的なかつ前向きな議論がちゃんとあったんだよと農業についてもねというふうにおっしゃいますがしかし、どうもですね、えーまああの、メンバーを見てますとですね、東京一極集中で何が悪いと。 経済財政諮問会議と規制改革会議こそが改革のエンジンだというふうにおっしゃってはばからないですね、まあ委員もおいでになるわけです。一体ですね、あの多くの経験をされた産業界の委員の知恵も私は大変大事だというふうに思うんですよ。しかしどうも一方的なですね、なし上から目線での農業批判に対しては何とも早ですね、 皆さん、行き通りがあるわけです、これは改革するよりも、むしろ改革の気持ちをなえさせてしまうというのが実際で、えー、あるわけですが、あこうしたですね農業の現場をよく知った、苦労されているですね、委員の専任ということはないんですか。はい、はい、あまり経済再生担当大臣。 あの産業協争会議のメンバーの選定に関しましてはあのきちんとバランス感覚を持って、えー、幅広く、えー、あらゆる日本の,あのポテンシャルを引き出すそして、えー、そ,のそれぞれの例えば農業を持っている、えー、その本,来本来的な意義も しっかりと理解をしているそういう方をあの選ばせていただいたつもりでございます昨日、目標総会議がございまして林農水大臣から、えー、攻めの農業のご履歴がありましたでこれはあの、えー、その前段の総理指示を踏まえたものでありましてその際、総理指示は2点ございました1つはの農業の日本農業の,あの競争力、輸出力の可能性を引き出そうと。 産業としてのポテンシャルを引き出すという点と、それからもう一点は、えー、多面的機能をしっかり認識しなきゃいけないと、えー、総理の先ほどのお話にありましたように、えー、総理のご地元ではあ美しい棚田の風景、はっと息を飲むような素晴らしい風景があって、今日の自分があると、まあ、そういう風景があって初めてこの人格が形成されたという、えー、ご悲劇だと思いますけれども。 えー、そういうそのふるさとを形成している、えー、素晴らしいそのためて機能にも配慮する、二面性があるんだというご指示がありまして、それを受けての,あの産業競争力会議であることを申し添えておきます山田君。はいあのー、本当にです、ね、産業協力会議のメンバーとの議論の中ではです、ね、この経済の、わが国経済の歴史や、それからさらにはですね、 発展の経緯の中で、その中で日本の農業があるということだけ、ですね十分踏まえておいていただきたいというふうに思うんです、えー、農地がですね大変高騰して、そして、えー、それが資産運用になっている、なかなか動かない、動かないのは制度と規制改革でですね直そうという話よりも、その前にそういう形の経済運営をですね指摘して,てしまったということが、私はあるということ、そのことを謙虚にですね踏まえた上でえで、ー、発展の。 方向をです、ね、探らなきゃいけないとこんなふうに思います、えー、林大臣はですね、えー、昨日わずかの時間でも登場があったというふうに聞いてるんですがあちゃんとですね意思反映をしてもらいたいというふうに思いますがいかがですか農林水産大臣林芳正君 えー、昨日の産業競争力会議ではです、ね、わずかな時間というよりも私のプレゼンテーションとそれに対する質疑にかなりの時間を費やしていただいてでその後の議題が全部飛んでしまったというぐらい熱心な議論がいた,いただいたというふうに嬉しく思っておりますであの先ほど競争力会議のメンバーについて、えー、委員からお話がありましたがあのいろんな観点からのご意見はあったんですが私はなるほどなと思いましたのは やっぱり現場重視ということで、実際に企業経営者の方の中でですね、えー、農業に、あの、すでに会社としても取り組んでおられる、まあ事例をご紹介していただきました。で、その中で私はハッとしたのは、やっぱり製造業の DNA っていうのは実は農業から来てるんだというご発言があってですね、今製造業が、 えー、まあパッとしないという言葉は適当でないかもしれませんが少し弱くなっているところがあるとすればやっぱりそれはその DNA の由来である農業に立ち返ってですねしっかりと足元を固めるべきであるとこんなご発言が実はあってですね、えー、最終的に産業界としてもこの攻めの農林水産業をフルにバックアップしていきたいと。 まあこういうお言葉もいただいたところでありますので、えー、そういう方向性もいただきながらですねしっかりとお我が省に立ち上げましたせめ、えー、の農林水産業の本部ここではですね総理からのご指示も踏まえまして、えー、先ほど棚田中の話もありましたやっぱり生産現場がまず強くなるということで 予算でもいろんな手当てをしていただいたところでございますし、現場の声を聞きながら、生産現場を強くしていく、まあ、これはあ、ある意味ではサプライサイドということになると思いますが、そのことと、それから例えば輸出をどうするとか、六次産業化をどうするといったような、いわばディマンドサイド、これ、両方ですね、強くしていくここのこと。が相まって えー、生命の農林水産業ということになると、そういう考え方の下でしっかりとですね。与党とも連携しながら進めてまいりたいと、こういうふうに思っております。山田俊夫君、はい、えー、わかりました。林大臣ですね。しっかり、えー、やっていただきたい。こんなふうに思います。もう一点ですね。えー、これはあの規制改革会議ですね。これはあの。農業と農業団体のどうも。 評価といいますか、批判がですね、いろんなところで出てるやに、まあ、新聞報道があるわけでありますが、私、一つのことを申し上げますと、けれど、正月の出初め式に行きました、地域の消防団員の大半はですね、農業者や農業団体の職員なんです、顔見てるとよくわかる、なんだ、みんなそうかという感じなんです、要はですね、地域社会のインフラになってるんです、だからそのことをきちっと踏まえた上でですね、規制改革会議ね。 あの進めていかなきゃいかんわけでありまして、どうぞですね、稲田大臣担当でありますが、今後、この問題、どんなふうに進めていかれるか、お聞きしますはい稲田朋美国務大臣。<laughs> 規制改革に関しましては、えー、日本経済再生本部におきまして、総理から、規制改革担当大臣は雇用関連、エネルギー、 環境関連、健康、医療関連を規制改革の重点分野とすると指示を受けております。この3分野のについて、まず取り組んでまいりたいと思います。先ほど、農業については産業競争力会議において、総合的に幅広い観点から検討をされております。今後、産業競争力会議議における審議の… 状況や総理から指示された3つの条件分野の検討条件を踏まえつつ、今後、必要な場合には検討がなされるものと資料をいたしておりますが、先ほど総理がお答えになった棚田の風景、この美しい日本の原風景を守るために頑張ってまいります。山田君 えー、もう時間がなくなりまして、ですね東日本大震災、原発事故対策う等にしてやりたかったんですが、残念ながら、この次の機会に譲ります、えー、森大臣、えー、登場いただこうと思ったんですが、残念です、えーあのー、石原大臣も大変すみません、はい、以上であります、終わります以上で山田敏夫君の質疑は終了いたしました。